それで終わりかい。クソ、仲間を返せ。どうした、お前の力で俺たちから奪い返してみろ。どうされますか。無論助けるさ。怪我はない。はい、ありがとうございます。あの騎士、何者だ。彼女は。
ライカ、よかった、本当に無事で。心配させてごめんね、ハンス。ああ。アレク殿、彼女を助けてくださって、ありがとうございます。このご恩は忘れません。いや、無事でよかった。終わったぞ、騎士殿。この後のことは頼む。まったく、隠れ潜む臆病者だなんて誰が吹聴したのやら。世間の噂は当てになりませんね。そう思わないかしら、アレイン王子。何を言っている。俺は反乱軍の指導者、アレイン王子でしょ。モニカ、やはり気づいていたのか。王子であると知りながら賊の討伐を押し付けたのだな。あら、あなたも人が悪いわ。気づいていたのならおっしゃってくださればよかったのに。クライブ、彼女は君の知り合いなのか。ええ、彼女はコルニアの元領主、ノルトハイム公の孫娘、モニカ殿。その過去の話ではありますが、伯爵である我が祖父と公爵が決めた私の許嫁でした。許嫁だと。彼女は。過去の話ですわ、王子。もっと許嫁よ。クライブ、あなたが解放軍設立に携わり、我が家も関与を疑われた。その結果、土地を国に接収され、爵位まで返上させられたわ。かろうじて残された土地はこんな偏僻な場所ばかりよ。それはすまない。謝罪はいらないわ。あなたの言う通り、過去の話、今や我が領地はゼノイラの管轄。解放軍を見過ごすわけにはいかない。モニカ、そんな顔をしないで。あなたが始めたのよ、クライブ。昨日の友は今日の敵。ありふれた話でしょ。ああ、覚悟はしている。あなたが選んだ道、その覚悟をこの目で見せてもらうわ。昔のよしみで忠告してあげる。決して手は抜かないで。油断したら即首が飛ぶわよ、さっきの盗賊みたいにね。反乱軍の様子はどう？現在サントルリッシュに駐留。進行準備が整ったようです。そう。では全軍に伝えなさい。これより反乱軍の主力と戦う。奴らの首を取った者には褒美を取らせるとね。はっ。何か言いたげね。お前はこの戦に反対なの？ええ、クライブ卿はゼノイラの敵で、今や反乱軍は脅威。私の判断は間違ってないわ。私は団長、いや、お嬢には長くお仕えしてますからね。そもそも10年前はお嬢もクライブ殿と同じ思いだった。おそらく今もそうでしょう。おじい様がガレリウスへの忠誠を拒んだ時、今まで懇意にしていた貴族たちは手のひらを返し、私たちを見捨てたわ。当主の隠居と領地の接収、それで我が家は取り潰しを免れた。あのおじい様ですら力を失ったのよ。自分の無力を思い知らされたわ。お嬢、取られた領地は今やゼノイラの息がかかった貴族が治めている。でも領地の運営知識もろくになく、
民を上から押さえつけ威張るだけ。これ以上悲惨な思いをする民を増やしたくないのよ。たとえ彼と戦うことになったとしても。よし、行こう。どう出るべきか。行くぞ。行きます。お任せください。はい。出撃するぜ。俺を見とけよ。行けばいいんだな。次はどうすべきか。さあ来い。魔力を乗せるよ。このまま行こう。やったぞ。考えるんだ。向かおう。ここだな。さて、よし。好きにはさせない。分けてあげるわ。勝利を積み重ねよう。考えるんだ。向かおう。立ちはだかるなら投げ払うまで。この調子で行きましょう。撃破しました。お力になります。向かいます。取りましたよ。お任せください。了解です。かかってきなさい。やりましたよ。甘く見ないでくださいね。どこへでもひとっ飛び。はい。なめてんじゃねえぞ。行きますよ。これはどうです。受けらん。もう言ってよ。言いたくないね。たとえとりゃあ。おっ、見たか。俺の番か。任せとけ。良いものを見つけました。お力になります。了解です。よし、制圧したぞ。ここはいただきます。
制圧した。さて、出るぜ。いいぜ、すぐ行く。考えるんだ。行くぞ。お任せください。はい。これ以上ない士気の高さだ。出撃します。出撃するで。報いを受ける時間だぜ。せいぜいもがきな。もらった。バレてるぜ。灼熱。どこにバレてるぜ。火炎。どこ狙ってる。仕上がってきたぜ。恨みっこなしだぜ。俺の番だ。ああ行きます。私にお任せを。かかってきなさい。出発だ。
俺が相手だ。行きなさい。これ式重い。まずい。次に備えよ。休息するわ。同志を守れ。クライダー、何？まだ守りの力を。光よ。いい調子だ。どこへでもひとっ飛びですよ。向かいます。どう出るべきか。よし。命が惜しくないようだな。手に民のためにも。皆を守りましょう。小物め、どけ。好きにはさせない。魔力を乗せるよ。考えるんだ。行くぞ。命が惜しくないようだな。やらせねえ。守ってみせよ。炎感じるよ。強くなったの。勝利は我が手に。なめてんじゃねえぞ。どうぞ。ギリギリになって。これはどうです。痛くないね。力を奪う。マジンガスだ。へっちゃらだぜ。小賢しい。援護します。諦めてください。
番か。俺を見とけよ。任せとけ。俺が相手だ。行きなさい。戻るぞ。どう出るべきか。よし、着いたはいいが、どうすんだ。俺の番か。行けばいいんだな。好きにはさせない。分けてあげるわ。俺が相手だ。魔力を乗せるよ。貫け。次に皆に加護を。こうしてみるか。何？向かおう。さあ来い。分けてあげるわ。ここまでか。回復を耐えてください。氷を。体力の限界だ。考えるんだ。容赦しません。出ましたね。こちらの勝ちです。お力になります。了解です。立ちはだかるなら投げ払うまで。この程度。はい、この場所、これからはもっとお役に精進し続けます。まだまだ強くなるよ。撃破しました。どこへでもひとっ飛びですよ。向かいます。なんだやんのか。お任せを。
奪います。今の覚えたぜ。狙う。そうだ。これはどうです。ぶっかけろ。へっちゃらだぜ。はい、諦めてください。かなせると思ったか。俺を見とけよ。容赦しません。くださいね。お力になります。はい。よし、着いたぞ。ここですね。さて、よし、お任せください。了解です。俺が相手だ。行きなさい。いい調子だ。また一歩進めたな。この力必ず役立てます。私だって負けられないもの。よし、どう出るべきか。どこへでもひとっ飛びですよ。ご命令のままに必ず全うしてみせる。なめてんじゃねえぞ。行きますよ。になります。お任せください。はい、勝負しようじゃねえか。どうぞ、諦めてください。今の覚えたぜ。援護します。俺は強い。到着しました。どうよ。出陣よ。後悔させてあげる。
をちょうだい。いい判断ね。なめてんじゃねえぞ。お任せを。ギリギリなって。これはどうです。どれだ。へっちゃらだぜ。強くなった気がするぞ。一歩ずつ前に進みましょう。楽勝だぜ。突撃よ。私の活躍見たかしら。行くわ。私に任せて。俺を見とけよ。任せとけ。作戦時間が残り半分だ。みんな頑張ってくれ。大気どこへでもひとっ飛びですよ。向かいます。考えるんだ。向かおう。ここですね。この身砕けるまで戦う。仰せのままに、ご命令のままに、必ず全うしてみせる。おお、いいもの拾ったぜ。そこは抑えたわ。こちらの勝ちです。お任せください。お力になります。はい。この槍、民のため。目標地点へ進軍する。好きにはさせない。もしあんな出来事がなければ、違う未来があったのかもね。モニカ殿、兵を引け。これ以上戦うのは無意味だ。アレイン王子、何をおっしゃっているの。として宣言するわ。決して降伏しないとね。必ずあなたを倒すわ。そしてノルトハイムが反乱軍とつながりがないことを世に示す。ではこちらも本気で戦おう。魔力を乗せるよ。押し通す。甘い。小賢しい。やれます。援護します。やらせません。マダイオ、癒しの力よ。燃えよ。まずい。それここは俺が。
すな。いい調子だ。民のためにも。どけ。まだまだ。これは出せません。燃えろ。出るべきか。痛み入る。好きにはさせない。行きなさい。勝利を積み重ねよう。降参よ、アレイン王子。兵は見逃してほしい。必要なら私の命で。待ってくれ。俺たちは侵略者じゃない。それにクライブ、彼女に伝えることがあるだろう。クライブ、今さら何なの？モニカ、実はあなたの祖父ノルトハイム公は我ら解放軍の支援者なんだ。おじい様が？もともと解放軍には何の後ろ盾もなく、活動資金も潤沢ではなかった。そこを君のおじい様が支援し、我々の活動を後押ししてくれたんだ。ゼノイロに接収されるくらいなら、資産をコルニア解放のためにと。はあ、私の戦いは何だったの？最初から無意味だとあなたは知って。無意味ではないさ。家の存続のためゼノイラからの嫌疑を晴らす必要がある。そのためには君とも戦えと。全てノルトハイム公のお考えだ。敵を騙すには味方から。知らなかったのは私だけなのね。やれやれ、孫娘すら利用するなんて、タヌキジジイの考えそうなことだわ。おじい様がそのつもりなら私にも考えがあるわ。王子、どうか私も同行の許可を願います。いいか、クライブ。彼女がこう言い出すのも想定されていました。なんだかんだ言っても孫娘は可愛いのでしょう。ではモニカ殿、共に行こう。あなたの剣技は確かに本物だ。今は一人でも多く自在が欲しい。よろしくお願いします、王子。それに元いいなずけ殿もね。